続いてピューリータンさんから、嫁いできて一発目に言うことじゃないとは思うんですけど、このお城の名前シンデレラ城にしませんか？そうだよね。この会議あったんだもんね。ガラスの靴がピタリと足にはまってね、王子様、おー、このものは私の妃です。さあおいでシンデレラ、今日からここが君の住む場所だ。お城に連れてかれて、すいません、一個だけいいですかと、せっかくなんでっていう言い方も変なんですけど、シンデレラ城にしません？この名前なんだって。いや、プライドあるんですよ、名前にね。ハイカブリみたいな名前でね、ずっとねボロクソ言われてきて、散々こき使われて、でやっとの思いで天下取ったんです。冠番組みたいなあれじゃないですけどね、苦節15年の芸人が M1 取ったみたいな気分なんですよ今。冠番組みたいな感じになりませんかね、シンデレラ城。それで丸め込んだんだからすげえよな、シンデレラは。全然こいつ魔法解けてねえじゃんっていう。まあ多分地元の人たちがね、あそこが有名なシンデレラのサクセスストーリーが起きた場所かと。まああそこにシンデレラ様がいらっしゃるのね。シンデレラすごいよな、下積みいっぱい頑張ってなって、みんなが言ってって、だんだんとシンデレラ城っていう風にね、根付いてったんでしょうけども。いやでも自分で言っててくれた方が面白いな。シンデレラ城にしません？スーパーマリオってやったことあります、王子様。ちょっとだけ。クッパっているじゃないですか。クッパいるね、最後のね、倒すやつ。クッパのいるとこって何て言います？クッパ城。じゃあピーチ姫がいるとこって何て言います？ピーチ城。じゃあここは？そっかー。めちゃめちゃ丸め込むじゃん、シンデレラ。いいですね、これね。